行くよ、みんな。トリア、えい。楽勝や。行くよ、みんな。トリア、行くよ、みんな。トリア、えい。楽勝や。行くよ、みんな。えい。やったね。行くよ、みんな。えい。トリア、やったね。行くよ、みんな。えい。やったね。行くよ、みんな。楽勝。行くよ、みんな。えい。行くよ、みんな。行くぞー。やったね。
行くよ、みんな。行くぞ。トリア。行くよ、みんな。楽勝や。行くよ、みんな。行くよ、みんな。行くよ、みんな。
やっと抜けた。少しは戦いに慣れたか。ここを南へ進めばゴロネール王国が見えてくる。もう少しや。うん、でもゴロネール王国って変な名前だね。そうか、普通やと思うけどな。まあええわ、行くで。どうやら門番は抜け抜け殻。せや、心の一だ決まっ。ジャボは自分にはむ、次々抜け殻人にして戦う力を奪っていったんや。ふーん、でもこのままじゃゴロネール王国に入れないよ。分かっとる。オリバー、お前が抜け殻人を救うんや。古の木のだここじゃあから、人の心の一部のことや。人の心の一部、よくわからないよ。説明難しいな。ひとまずやで。あ、それを探してきて与えたら、あいつは。うん。ほれ、もう一人の門番見てみ。あいつはきっと、あのもう一人の門番。わかった。お、ほな次に。おお、やっ、うん、お、どう、俺はどうしたんだ。おお、お前もしかして正気に戻ったのか。ああ、なんか不思議な気分だ。心に突っかえていたものが取れたようなすっきり感だな。そうか、よかった。心配したんだぞ。今まですまなかったな。さて、隊長。なら早速、他の土地からやってきた者たちが王国内に入れてくれと申し出ている。よし、ここへ参れ、そこの者ども。Thank you.
すごい、なんかいろいろ違う。おい、キョロキョロすんな。みんな珍しい服を着てるよ。珍しいないわい、珍しいのはお前の方じゃ。え、変なの、変な格好。やばれ、こんなに変かな。おおい、その一の国の変な服は早いとこ着替えんと。オリバー、行くで。うん。